そういえば息子直樹どうしてる？うん、とりあえず今は家にいるんだけど、うん、ちょっとその息子のことでいろいろ話があって、うん、いやそうじゃないかなと思ったんだけど、うん、またなんか厄介なことに巻き込まれてるとか、なんか悪いことし放題で、うん、警察からいっぱい電話もあるし、うん、ちょっと困ってんだけど。でもなんか他でアルバイトとかそういうの全然してないわけ？何もしてない。提案だけどね、変な話うちのボスのとこに預けてみたら？でだからヤクザのところでしょ？そう、うん、もちろん、うん、それはちょっと嫌だ。他の団体だったら俺もほら紹介はちょっとヤクザだなんてね、紹介とてもじゃないとできないけど、でも地元の人たちはみんな知ってるわけだし、うん、やっぱり熊谷っていう人がまあその若い頃から今のこの、うん、ポジションに来るまでのやっぱり歴史をみんな知ってるから、うん、だからそこだったら間違いないとこだし、うん、うん、ねえでもそう言ったら、うん、ねえうちの親にも言えないし、うん、人にもね言えることじゃないし、まあ、でもヤクザの世界っていうのはやっぱり礼儀作法から、うん、それまたやっぱりその人間性をその教育するための我慢強さ、うんうん、最終的には自分が決めることだから、そういうのは、うん、もちろん本人だって子供じゃないんだから自分でね、ヤクザに将来なるのかならないのか自分で決めることで、うん、まあ修行ったってそんなね、例えば1年なら1年っていうそのスパンでねやるわけだから、まあ一応ほらそれはお母さんに聞いてね、一応断んないと俺も勝手にじゃあ子供連れてきますなとは言えないから、うん、ただ純ちゃんさえ良ければ俺から息子さんに話はするけど、うん、よし行ってくるわ。入ります。失礼します。あのこちらが渡辺の、あの息子で、あの直樹言います。はじめまして、渡辺直樹です。失礼します。失礼します。ちょっと俺聞いたよ。はい、お前の母親もお前みんなお前親もお前みんな同じ町の出身でお前中学もみんなお前みんな一緒みたいじゃないか。はい、うん、ところでよ、この世界どう思う？まあ正直ヤクザっていうと、うん、まあ、周りにそういう人間がいないのもそうですし、まあ、中には映画とか本とかを見て、うん、まあ、結構知ってる、まあ、友達にも いるんですけど、僕はそういうのも見なかったんで、正直今までほとんど無縁の世界だったんですけど、まあ、今回僕がまともな職にもつかずちょっとフラフラして遊んでまして、でその時今井さんに話をして、まあいい機会だから、まあ、修行をしにこっちに来た方がいいんじゃないかって話をもらいまして、でまあ自分でも悪いと思ってたんで、そういうフラフラしたりするのは自分でもいい機会だなと思ってこちらに伺いました。まあこれから高校でな、はい、修行するにあたってお前いろんなことあると思うよ。はい、うん、やっぱりお前ねえ修行してお前いいことばっかりあるわけじゃないしねえ、人間関係も難しいし、はい、なあ、ただお前が修行するにあたって、はい、もちろん初めての経験だからねえ、
そのお前が見るもの、はい、感じるもの、な、はい、体験するもの、はい、ね、いいこと、悪いこと、これ全部勉強だ、はい、な、ただ自分でいいと思うことは吸収し、はい、悪いものは全部切り捨てろよ。それはお前の自分の判断でお前がやれよ、はい、自分で感じたことで、はい、うん、で頑張ってやれよ。ところで今いくつなんだ。二十歳になりました。二十歳か、はい。じゃあ今の20代にお前の若者にはお前そういう頭が流行ってんのか。いえ、ちょっとこれが別に流行ってるわけじゃないですけど、うん、ちょっと切りに行く時間がなくて、うん、はい。でもやっぱり修行するのにはな、お前やっぱり身軽に動けるようにお前髪の毛はやっぱり、うん、なあ、はい、そのボサボサ頭よりもお前、はい、短くしてな、やっぱりいつでもお前パッと動けるようにした方がいいから。わかります、はい、だから明日でもとか言ってさっぱりしてこい、はい、よかったな。わかりました、うん、じゃあそろそろ失礼します、うん、失礼します、うん、頑張ってやるな。はい、ありがとうございます。失礼します、うん、失礼します。今いくつなの。今二十歳ですね。いいなぁ。いいですか。いい、うん、僕が二十歳の時は暴走族だったんだよ。ああ、本当ですか。うん、君はそういうのやんなかったの。いや、16の時一緒やってたんですけど。あ、そう。一日だけなんですよね。一日だけか、はい、一日で卒業。卒業っていうよりも、うん、なんだろうな、まあ、友達がまあ俺をどうしても入れたがってて、うん、でまあ行ったわ、まあ、めんどくさいから行くかっつって話になって、うん、でやるっつったんだけど、うん、その当時に、うん、パンチにしなきゃいけないって言われて、うん、頭を、はい、はいはいはい、それは嫌だなと思って、うん、それしなきゃいけないなら俺やめますと、うん、そう言って、それで一日でやめちゃったのか。それで一日ですね。これ着替えて、はい、あ、それもう着ないから、はい、今日からこれだからな。はい、わかりました。それ服捨てちゃえ。わかりました。失礼します。こうやってこう90度ね、90度、はい、部屋はまあ前でも横でもいいから、はい、あの深々のちゃんと気持ちを込めて失礼します、うん、やって失礼します。もう一回やって失礼します。そうだね、まあまうん、あとはもう気持ちを込めてちゃんと、で出るときは失礼しました、失礼しました。うん、そう、朝最初に来たときは、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。うん、ここが、はい、組長のコップと、はい、うん、飲み物とか、これが組長のやつな。全部組長のやつ、はい。あとお客さんのコップと、はい、これは本部長のコップ。あ、はい、この辺が、はい、お客さんとかのコップな、うん、若い人とかのコップ、はい、でこっちから上が全部組長のやつ、はい、食器かな、全部組長のやつ、はい、うん、おしぼりこの奥の右側のが組長のです、はい、でこれが頭です、赤いのが、はい、でこれ本部長です、はい、で今ちょっと減ってますけど、こういう客人来た時出すようになってますから。うちのポット組長です、組長専門です、はいはい、でこっちは若い人とかみんな使ってますから、はいはい、間違いないようにしてください。わかりました。でこの冷蔵庫が組長の全部、あ、そうですか、うん、はい、食事の配当からこの冷蔵庫に、はい、組長用。わかりました。コースターお願いしていいですか、うん、畳み方も決まってるわけ。畳み方決まったよ。で、こう二人で持って行って、はい、はい、失礼します。まずおしぼりか。はい、
この時に、はい、名前が後ろこちらだ。これがです。名前がこっち、はい、ここ座ってた、はい、こうだ。で、おしぼりが右、はい、で、失礼しました。失礼しました。池江さん年いくつなんですか？26、うん、俺こう見えて肌じゃないですか、まだボケどんな。え、よく言われるんです、うん、ちょっと直樹ボケ、ボケすぎやな、ちょっとボケすぎですか、うん、そこまで言いますか。今日でもまだ俺会ってない人とかいっぱいいますか？おる、まあ、おる。緊張しますよね。うん、最初はな、やっぱりな、うん、緊張するやろ、うん、怖い人とかいる？いや、怖い人、怖い人は俺のちゃう、うん、そうですか、うん、怖い人いないですか、こういうところで。いるって、そういうイメージあるじゃない。いや、大丈夫やろ、うん、そうですかね、うん。そう、舞台は汚れた都会コンクリートジャンゴ、さまよう孤独なバボ夢詰め込んだバッグ一つで状況、何もわからん状況、冷たい風がここを突き刺す、そったれた街な牙を見下しようね、自分との葛藤は迷う分岐点、一つの答えを決める、正解しか一か八か、人生かけた選択肢間違うことは許されない、この街が惑わすところだし、進むビルの谷間かけら外れれば夢が壊れる、迷い続けついに追い込まれる、右か左か見えない、先は他人は教えちゃくれない、デッドアライブ永久終わらない、迷走デッドアライブ迷宮探し出せ成功。こっち企業でしょう、宣言企業、暴力団排除宣言の店、警察から出して、でそこのオーナーさんないし責任者レベルの人たちが集まって、その地域地域のあの警察、まあどっか会場を借りて、まあ、それは警察の場所でやるのか、どこでやるのかは分からないけど、そういったところで、まあ警察が例えばこのエリアだとこのエリアにどういう組があって、何団体あって、どういうことをその店に、例えばこの店を構えてたら店に対して要求してくるものだとか、そういうものを一切受け入れないようにしてくださいとか、いろんなそのまあ豆知識的な部分、一般の人がわからない部分だとか、そういったものを やってると思うんですよね。初めはね、なんだこりゃって、憤りと憤慨と、うん、我々を排除する、とんでもないと。今はね、気にもしたことないしね、いち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 、じゃあそういうふうなこういったねステッカー作って、うん、ガタって出会いしないでくださいと言うんだったらしないで、でもしないなりにそういうまた違う生き方をまた探せばいいことだし。私がここの町へ初めて来たことがあるのが小学校4年生ぐらいの時に、この品川区内でも特に安い、このアーケードの中でですね、だから
大井町に、私はその頃大井町へ住んでて、大井町から伝統支線というものに乗ってわざわざここまで買い物に来た記憶がありますよ、ね、その時何十年後か未来にここでそのそこの町へね立つなんてのも私も全然夢にも思ってもなかったし。失礼します。お邪魔しました。失礼します。失礼しました。失礼しました。まあ、彼からやっぱり話しかけ、私に対してその自分のこれからの進路に関して話しかけるということはできないでしょうから、どっちにしても私の方から彼にボールを投げてあげなきゃいけないと。まあその時期というのは私なりに判断して、ああもうそれはこうやって私がこう事務所へ来て、それなりに見てないようでやっぱり彼らの動きというのは私なりに見てますから。ちょっと待って、目痛いわ。ちょっとこれ入れたのが入れてるんですか。うん、入れたで。どんな味ですか。どんな味ですか。うん、口に言うの。こんなんすか。いや、でもこんなんは、ほら、これはな、こう、見切りは入れてないな。ここまで入れたらすごいですね。すごいな、これ。ここまで入れたらかっこいいですね。かっこいいな。かっこいいですね、これ。かっこいいです。これ意味あって入れてるんですか。意味あるやろな。結構みんな入れてるんですか、やっぱ。こういうとこいる人って。うん、入れとる人多いな、やっぱ。な、直樹も入れんの。いやまだ考えてないですけど、うん、ちょっとしたのが入ってるんですよ、うん、タトゥー、タトゥー、タトゥーですね、入れ墨ってよりもタトゥーですね。よしよし、失礼します。いよいよ、はい、熊谷組の、また熊谷マート氏自体の考え方としては、やりたくないものを無理やりさせる必要もないし、やめると本人が、辞めるにあたっては何かもちろん理由もあるし、理由を聞く場合と聞かない場合と、それはその人、人間人間によっては私もケースバイケースで、やりたくないと、もうでもその聞く聞かないはやっぱりその姿勢、今までやってきたその人間の一生懸命やってここがあったりしたのに、なんで辞めるあれがあるのかなと。それでも辞めるというようになったら、これはただ辞めるにあたってはしっかりとしたけじめというものをつけて、きちんとした形をあれして、さっと去る、もちろん名前を語るとか、元ここへいたとか、そんなことはさせないというふうに、まあ組組によって違いますけど、私の考え方はやりたくないものをいさせる必要もないと。
いうのは私自身の考えであるし、またそれはこれは変えるつもりもありません。昔は指を詰めたりなんだりというやり方をしたと思うけど、今の時代に指を詰めて、じゃあその人間が社会で生きていくにあたって指がなかったらやっぱり勤まるところでも勤まれない部分もあるし、そういったけじめじゃなく、ここでの出来事は全部頭の中からインプットしたものは消せと、また熊谷という名前も忘れろと、後悔もするなと、振り向くなと、そういうふうな自信があるんだったらやめろと、熊谷のくの字も出すなと、と町からされと、これがけじめですね。まあこれ簡単、まあ昔よりは簡単になったと思います。コンクリートの壁が行く手を阻む、選び抜け一つの回答を、てめえが信じた方進め止まらん。 You're motherfucking die Tokyo、 血の果て命の果てまで、 Yeah let's go。 じゃあおはようございます。おはようございます。あの2005年、大掃除始めます。来年が、新たに、綺麗に迎えられますように、また組長とか幹部が、綺麗に、気持ちよく迎えられますように、丁寧かつ敏速に、よろしくお願いします。トマール、勝久、直樹が組長室。応接間が、染谷、平石、原田、高木、君側のこの真ん中、はい、若者室台所が下田、中原、小林、金内、綺麗によろしくお願いします。はい、これなんか入れとかない、これか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 、コウスケさ、うん、家にポスターとか貼ってんの？前は貼ってたけど今は貼ってないの。貼ってんだ、うん、これポスターじゃねえけどさ、うん、あれだよな、普通芸能人とかのポスターじゃない？貼るとしても、これ自分の、まあ、これもポスターっていうのかわかんないけどさ、自分飾るってあんまねえよな。そうだけどやっぱすげえな、すげえな。そうだな、他の事務所とか行くともっとでかいの貼ったりとかするけどな。コウスケもいつかはこういう風になりたいわけ。慣れたなっていうか、それではご判断ください。
中締めの温度、熊谷組お願いいたします。激動の1年でしたが、それでも組長のこういう大事な時間をいただき本当にありがとうございます。3本締めでよろしくお願いします。よーよよ、秘書やってる人間が裁判で裁判官に職業は何ですかと聞かれた時にヤクザですと、ヤクザという職業は何をするのかなと、甲子園に乗ってるのが、まあ、ヤクザという意味は乗ってるけど職業として乗ってるかと言ったら、これこうちょっとこれも私はちょっと職業としては乗ってないんじゃないかなとちょっと思うんですけど、まあうちの若い衆もいいこと言ったなと。いや普通一般的にはそういう時っていうのは無職とか自由業だとか裁判で、結局無職だ自由業だ言ってもあなたヤクザじゃないですかと言われるわけですから、切れ事言っても、でも無職だ自由業だってこれ切れ事かって切れ事じゃないと思うし、それだったら正直に裁判の中法廷の中で堂々とヤクザですと、私は職業ヤクザです、男らしいじゃないですか、でヤクザやって何をするんですかと裁判官が聞いたらしい。男を見分けます、他の仕事でも男を見分けんじゃないかと、これ裁判官もいいこと言ったなと、私その話を聞いて、いやこれはいいこと言ったなと、磨くって気持ちがなきゃどこの世界行ったって、その裁判官にも反対に、私が反対に言いたいですよ、あなた男を磨いてんのかと、法を無視するため、まあ無視っていうかためっていうか、そこに背中生きて、もう向けて生きている人種ですから、そっと裏から表を見てどうやって我々が活性化していかなきゃいけないかっていうのが今のヤクザがやらなきゃいけない、我々のこのヤクザ社会も表のビジネスにね手を染めるようになってきて、大概の我々の同業の人間が表のビジネスをやりだしたでもね、そんな中でもやっぱりこうやって裏の社会で生きてアンダーグラウンドの世界が、そのアンダーグラウンドの中でやっぱり我々の法律っていうのは未だ存在し、いくら表の 法律が厳しくなってもね、我々は我々の社会のルールがあって、まあ、こちらは表の社会、ここは境界線、ただこれは一番初め約束しましたよね、ここから向こうは見せるわけには、また語るわけにはいかない、そういうことですね。これなどうですどうです、前に戻って失礼します、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 失礼します。年頭の挨拶をさせてもらいます。平成18年を迎え、新たな1年のスタートとなりました。しかし業界全体も厳しい、年々厳しくなっているのが現実です。しかし熊谷組組員一同は積水精鋭の気持ちを内に秘め精進していく所存でございます。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、簡単ではございますが年頭の挨拶に変えさせていただきます。平成18年1月1日年頭の挨拶、石井千代蔵、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな今年も健康に留意して頑張ってってくれ。はい、はい、マリッシュ、はい、マイクが落としてる。よし、よし、よし、いただきます。頑張ってるな。はい、おはようございます。よし、ありがとうございます。よし、じゃあと当番入ってる人間、何かいただきます。失礼しました。はい、いただきます。いつかおせち食べないかな。お正月なのに。肉なんかいつだって食えるじゃん。こっち食べな、こっち。これ。そんで？え？そんで？何が？最近の生活は。別に？別に？あんなよ。何やってんの毎日？掃除？え？掃除？どこの掃除？え？何の掃除？何のって何？ああ、ちょっと。駅の掃除すんの俺。それ家で掃除もしないくせに、なんで掃除とか言っちゃう。それも真夜中に。うん。思い立ってやるぐらいでしょ。いや、しょうがないじゃん。ちゃんとできてんの？うん。へぇー。あと、偉いじゃん。買い物？え？買い出し？うん。飯の。うん。とか、うん。ご飯作るのじゃ。うん。何作るの？俺あんま、俺メインではやんねえけど。俺あんまできないから。できないよね。作ったことないもんね。野菜と飯か。親指切ったし、この。なんで？もうやらない。どうしてみな？やらないよ、もう。見えない。右。あれ、銃持ってんじゃん。ただのハゲ親父じゃん。あれ俺だよ。いや、ちょっと待って、黙って、かっこいいから。ちょっと黙ってた、本当に真剣に黙ってた。でもそんな好きないかわしょ。大好き。そうか、別に。もうめちゃめちゃ大好き。竹内力の方がかっこいいからな。いや、ちょっと無理。こういう役者映画ってさ、あんま出ないんだよな、事務所のシーンとかって。シーンワンシーンでは出たりするけどさ。え、シーンって何？え、説明めんどくせえな。ワンシーンでは出るじゃん。うん、例えば何かの場面で映画でとか訪れて誰か客が来てとか、うん、そんなんで映るけどさ、うん、あんま中の生活とか映んないでしょ。ああ言えてない。俺あんま役者映画見ねえから分かんないけど。私は見るね。出なくない、あんま。ああ、そういえばそうだね。こういう外とかなんかちょっとしたいいとことかだよね。
今の調子どうすか。もうちょっと直樹こう喋って。もしもし。はいはい、取れる。取れます。今日の良子やな。良子です。はい、ありがとう。よっしゃ、これで OK。 みんな持ってんすっけ。警備、うん、みんな持っとで。まあ、直樹も持つ時期が来るん違うか。どうすかね。行ってきます。大丈夫です。行ってきます。大丈夫です。俺この前初詣のシーン撮った時に俺のこと俳優だと思ったかもしんないけど、サイン頼まれちゃって、とりあえず渡辺って書いておいたんだけど。てか母さん、やっぱ映画の最後出た方がいいんじゃん、顔出しで。愛情を求める若者たちっていうのはやっぱり基本的にこの世界っていうのは多いと思うんですよね。だからそれだけにやっぱりその新しい父親というよりも血のつながってない他人にがそんだけの、例えばの話、自分の両親にやってもらってないことを他人の親代わりの親いわゆる親ですよね、親代わりだからにやってもらったというこの気持ちというか、この受けた恩情というか、これをがやっぱり義っていうものにこう変わっていくんじゃないのかなと。いわゆる義理と、うん、おはようございます。5月29日ですね、うちの会長が亡くなったのは。だから私は個人的に墓参りも毎月29日には行ってますし、これ傾き明けで会長自体が、会長ご本人が、うちの会長が辰年なんですよ。ドラゴンの刺繍したこれジャージの上下なんですけどね、片目を開けていただいて、この上下で、その会長おしゃれですからね。ちょうど体型、まあ体型私よりも全然ありますけど、せっかくこう会長のものを着れますから、このジャージは着させてもらいましたけど、まあこれはまだ一回も着てないんですけどね。一番もちろんこの片目開けも大事ですけど、私が直系組長になった時に、その時の杯です、結んだと。その時の杯大事。もちろん私だけじゃなくて、杯いただいた直系組長の皆さん、また総長の皆さん、大事にみんな取っていらっしゃるだろうけど、みんなめいめい心の中で、個々の心の中で会長が存在してんじゃないですかね。私はそう思いますよ。またそうでなければいけないと思いますよ、我らの世界は。もちろんやっぱりこの世界に入った時に、まあ、家庭を捨ててっていうか、縁を切った気持ちでやっぱりこの世界に飛び込みましたからね。片目開けいただいたり、そういうふうに置くようになってから、自分の父親のものは置いてないけど、自分の忘れかけた自分の父親を思い出させる、させられた。
どうもお久しぶりです。先日はどうも若石がお世話になって、いやどういたしました。本当にこちらこそいい経験させてくれてありがとうございます。いいお湯でみんな喜んでました。あどうもどうも、はい、お時間ありますか。はい、じゃあちょっとお茶でも。はい、ありがとうございます。いやもうね、うちの商売もこうやって石井さんの相手できるかちょっといただきます。暇でね、はい、あれですけどもう少し経つとお客さんも来るんですけどね若い人はあれですか、フライなんか行かないんですか。いや、入れるとこと入れないとこ今あるじゃないですか。まあほとんど入れるとは思うんですけど、うちなんかは別に全然そんなこと、はい、気にしないで、ぜひねいらしてくれて、むしろ歓迎しますね。ありがとうございます。今度はうちの息子がなんかこの映画のね、はい、音楽をやるって言うんですけど、私は今の若い人たちのなんだかヒップホップだか、はい、なんだかって言われてもピンとこなくて、うん、どういう音楽をやってるのか、はい、そうですね。できる時きっと失った時なんだろう。15年社会に出たせいか、傷つきながらも気づかされた。荒れた時期なんていい例で、言葉少なく表情は冷静で、決して答えじゃなく一つのヒント与えるだけで、ただ進歩。一人の男のプライドがそこにあって、いつかはお前だって語りかけるどでかい影。なぜか明るい視線で42年を生きた結果、返す言葉は負けるか。 I'm NOFEAR 無論感謝の気持ちを握りしめて、
日お前晴れたしよ。よかったよな。でもお前よ、サンセットお前いつも雨降るけど、なんかジンクスあんのかあれ。射的会社が言うにはなんか、え、雨、水の神様とかなんとかその例の話です。されてました。観音様？観音様いつも泣いてんのか。どうですかね。え？船長。もう観音様っても、ね、慈悲深いのかあれ。慈悲深いじゃん。はい。俺は分からない。俺カトリックだよ、ラーメン。直樹なのですが、うん、おじさんが具合悪いとのことで、あの1時間ほど前に出しました。まあ、連絡は入ると思いますが、うん、あの1日休み与えます。うん、よろしくお願いします。本当お前一生懸命やっちゃってたからな。だからお前今日三社だし、お前三社祭りも出ててやろうと思ったからね。はい。うん、じゃあよかった。それはその件分かったからよ。じゃあお前、はい、事務所に残ってよ。分かりました。うんうん、はい。失礼します。よし、よし、おはようございます。浅草中学。右、左、右、左、右。浅草だけじゃよ。落ちかねえから決勝を生むからもう俺来て機動隊ですよ。そうだ、機動隊行くんですよ。だからバスなんだよ、ね、行きますよ。だからよ、あれだろ、お前あれしたらみっちり行かれるの。あのな、うん、もしよ、あんまり調子込んであれしたら、だから引きずるしてみっちり行くのか。いや、半端じゃないですよ。だからもうパクられるじゃないですか、もうしないのか。さ、くちゃんくちゃんにされますよね。そうだな、こんなくちゃんくちゃんされると思う。
商店街で、はい、昨日の教団で一応まあ直樹いるかなと思って探してるんですけど、はいはい、立ち向かいとか一応回ったんですけど、とりあえずはどこも何も見当たらないですね。事務所っていうのは聞いてます、はい、そうですね、事務所の方とか戻ってきてますよ。いないですか。そうですね、分かりました。じゃあまあ何か連絡あったら連絡してください。じゃあお願いします。はい、戻ってきてるから連絡する。はい、向かってますね。次ちょっと飲み屋の方とかでも探してみたらいいんじゃないですか。そうだよ、はい、最近直樹見ない、見かけないけどよ、はい、なかったのか。すいません、あの三社祭りから連絡取れないです。一生懸命したのにな、はい、なかったのか。じゃあいいよかった。はい、知らん間に僕の知らんへん分からない間におれへんなるから、いなくなるから、ちょっと何とも言われへん。相談されることもなしに急にパッとおれへんなるから、分からへん。まあ我々の世界で言い方で言えば老けた、うん、だそっから事務所からいなくなった時に、やっぱりそれをシビアに考えれば去っていったものを追う必要もないし、とんでもないと、裏切り行為だという自分と、それでやっぱりどうか自分に不足している部分があったのかなと、と心の中で反省しながら、最終的にはでも去っていくってこと自体がやっぱりそういうね、現実とやっぱり一生懸命残ってやってる人間たちに対してのけじめで、そういった部分ではやっぱりドライに考えなきゃいけないなと、うん、だから冷たいと思われる部分もあるかもしれないけど、そういうシビアさも必要なんじゃないですか。うん、でもその中で自分なりにやっぱり若い衆が去るということにおいて、組織、まあ、会社でもそうだけどね、我々ヤクザでも組織だから、その組織のこの形態に作るのはやっぱりね、いちいち全部私が1から10までやらなくても、そのポジション作りね、政治の世界でも何でもそうだけど、私長としての立場として作り上げていくわけでしょ、ピラミッド化していく。でその私がそういった部分で、そのじゃあ後先こう人間のあれを間違えたんかなとか、うん、これはこうしなきゃいけないじゃないかなとか、直樹の場合は正式に組にはっきりしたわけじゃないし、まあ親から、まあ、どうにも手がつけられないという条件のもとでね、だから誰かの若い衆だったとかじゃなく、まあ、そういったもうどうにもな、親が手をつけられないから、まあ、うちで預かってる状態であったわけだから、だから正直言って親ともあって、ね、まあ親にもね申し訳なかったと、うん、預かったのにちゃんと教育できなかったということに関してはね、いいにつき悪いにつき預かったんだから、戻るか戻らないかというものに関してはね、
はっきり言って彼の場合は見えないね。新人類の中のまた新人類っていう人間たちをが、じゃあどうこれからそういった我々のこのヤクザ社会を本当に心から憧れ、ね、どっちかというと自由はない、ね、かといって経済的に給料が出るわけでもない、ね、また上下関係厳しいと思うしね、うん、そういった部分で今の若い子たちをどうやって夢と希望を与えなきゃいけないかっていうことが課題に感じますね。眩しい光が突き刺すギリギリイラつく日差しは日に日に熱く記録的猛暑よしゃない灼熱の太陽俺には用はない誰もが浮かれる憧れの真夏の夢周りに煽られることもなくただ静かに時を待つ過ぎ去れこの孤独の夏じゃあ憔悴が呼び覚ます古い記憶思い出がのしかきあるガキの頃手放し裸足で走る無邪気にはしゃいだ暑い日々もうあの夏は戻らないまして大人に夏休みなんてもんじゃない
今回ね、人事異動があって、まあ今まで幹部っていう肩書き持って、まあ役職の肩書きかなあって、この都政ずっと関与やってきてだけど、先ほど言った通りな、人事で肩書きってものがなくなって、まひらになって、まあもちろんそのひらになるにあたって、自分自身がそういう肩書きをなくすような行動を取ったからね、こういうなって、幹部から全くの平にね、真っ白な肩書きになって、振興団組織で会えるけど、若い衆がいるんだし、その若い衆と共に、まあ、それで再スタートして頑張ってやっていこうかなと、そういうふうに思ってますよ。お祈りしてくれたことを心から神父さん感謝します。お、失礼します。今回のよ、はい、秘書の件に関してお前自分から率先してお前手挙げたらしじゃないか。はい、男前そのぐらいのやっぱり気合い入れなきゃな。はい、ただそれでそれからお前幹部連中がみんなでお前協議した結果、お前でどうですかと、はい、いうことで射程頭からよ、はい、話が来て、はい、なのでそのぐらい自分自身でお前気合い入れてんだったら、はい、ね、自分でそういうふうな気持ちを持ってんだったら、はい、分かったと、はい、いうことだから、はい、俺もそれにじゃあ納得したからよ。分かりました。はい、な、秘書としてお前、はい、俺についてけ。はい、はい、分かりました。だついてる以上、はい、見ざる聞かざる、言わざる、はい、な、はい、これだけで俺が言いたいことは、はい、そういうことで秘書として、はい、頑張ってやってくれ、はい、な、お、よろしくお願いします。失礼しました。うん、戻りました。はい、お疲れ。もう何もねえよ。ここでゆっくり休んで。どうしますか。何ですか。高橋君大丈夫ですよ。高橋君大丈夫ですよ。すいません。いや大丈夫です。いや大丈夫ですか。いやいやお金大丈夫ですよ。いや大丈夫です。いや大丈夫です。お前今
はい、電話の出方はね、はい、悪くはなかったけど、はい、まあ俺の電話な、はい、秘書としてお前預かってんだから、はい、な、はい、もっと自信持って、はい、な、はい、落ち着いて、はい、な、相手に何々の相手が何々さんですかとか、はい、熊谷さんですかと言ったら、はい、そうですと、はい、ゆっくりと落ち着いて、はい、な、自信持ってな、はい、うん、そうやって受けて、はい、でお前あと関西弁だからってお前、ね、あのお前極力標準語に言おう、はい、あれしようなんてする必要ないもないから、はい、うん、そのまま自然体でお前自分のな、はい、スタイルで言葉で自信持ってお前、はい、電話出るようにしろよ、はい、な、わかりました、それでやって頑張ってやれ、はい、わかりました、うん、はい、失礼しました、うん、もしね、そうだね、新しい若い衆が、うん、うちのもう、うん、熊谷組という組織のね門を叩いて入ってきた場合にね、まあ今までのスタイルと変えるかったら多分ほとんど変えないと思うんですよ。ただ変えるとこが一つどこにあるかといったら、まあ今まで私自身があまり若い衆の立場は、自分も若い衆の時代があったにもかかわらず若い衆の立場はあまり考えず、こうだからこうだぞと、こうだからこうなんだぞという、もうね、やっぱり川の水が上流から下流に流れるように上から下に物が言うのが当たり前のことだという、ね、考え方でやってたわけだから、そういった部分だけはこれ直さなきゃいけないなと。やっぱり若い衆に希望という夢をね与えながらついてこいと。どういう形で夢と希望を与えてかという部分で、ね、私の課題ですよ、ね、正直言って。それが以前と違う部分。ただ先ほども言ったけど、組織としてはやっぱり団結して長がこれで行くぞと言ったら、それにただ黙ってついてこいというふうな形で、あとは違う部分で優しさを出してやって、外資に対してね、そういうふうな気構えで組織を運営していこうというのが私の今の抱負っていうか、こうやっていかなきゃいけないという考えですね。おい、おうでしたね、おいじゃん、おいだったら来るわこれは。確かに。おい、はい、お茶欲しいよね。わかりました、失礼します、うん、失礼しました。開けてった方が昔かな。そうなんですよ、池田くん、もったいないですよね。やっぱりな、秘書がな、やっぱり傷害事件起こしちゃダメだよな。
どれぐらい経ちましたっけ、秘書になってから。あいつ秘書になって3ヶ月ぐらいか。まだそんなもんでしたっけ。うん、結構まずかったと思ってますよね。でもうんな、もったいねえな。もったいないですよね、せっかく、うん、そうっすね、もうちょっと、うん、まあでもしょうがないっちゃしょうがないかもしれないですけどね、状況が分かんないですからね、やっぱ本人じゃなきゃ。個人のあれなんですかね。うん、そうじゃないですか、やっぱ何とも言えないですけど、相手はもう退院したのか。いや、どうなんですかね。でも結構やったみたいですよもったいないですね、本当。でも何より早く出てきてもらうこと願うしかないもんな。残念だけど年内は間違いなく無理だろうしね。寒いっすもんね、残念な。まあこれあれば大丈夫でしょう。上下長袖でとりあえず寒さもこらえてくれと。じゃあ池田の顔でも見に行きますか。じゃあどうぞ。先生、正直言ってほら現行犯逮捕でね、うん、そのあれなんだけど、だ本人は何て言ってます、うん、そのあれ的に、ね、被害者とまあいわゆる喧嘩の状態になったということ、うん、ただそのきっかけが、ええ、被害者が、ええ、本人を挑発したと、うん、で本人はやはりそういう組織にな、ね、うん、いる人間だから本来本人から一般の人にね、うん、手を出すという対応じゃないようです、うん、ただ今被害者がかなり被害被って怪我の程度が大きいんで、うん、まあ、病院の方で入院しているような状況です。彼が障害に及んだことはこれも動かしがたい事実だから、うん、もう要するに被害者に対する被害弁償、うんうん。で、さっきの話ですけど、その、じゃあ20、これ1から22というレベルを超える形になる、基礎になる可能性的には、趣味ですかね、これ。まずね、うん、99% 基礎でしょ。それは彼がヤクザだから。うん、もちろん、被害の程度も大きいことは間違いない。うん、通常の、仇、うん、いわゆる一般の人が、こういう事件を起こしたとき、うん、その時にだったら、うん、場合によれば罰金でね、うん、済むこともあり得るけれど、うん、まず彼の場合には 99% 基礎でしょう、うん、でだからそのタイトルヤクザという肩書きを持っててこうやったけど、今回池田は俺はヤクザもんだどこどこ何々組だっつって相手とやり取りしたんですか。いやいや、それは全くそういうことはない。やつがまたそんなことをね言った言わないで、そこも大きいポイントキーポイントになるだろうし、うん、あ、うん、それからね、ええ、もう一つ、ええ、彼の前科の問題一つ。あ、やつは前科あった。うん、執行猶予がついた少年時代じゃなくてですか。うん、うん、最近のね、ええ、あだから彼が、うん、あなたの、ええ、元に来る前に、ええええ、起こした事件で、ええ、何のあれがあったんですか。ん、公務執行妨害。公務執行、はい、うん、で懲役1年の、ええ、3年か4年の執行猶予。だから今執行猶予期間中なんですよ。あれやつ何弁当持ちだったんですか。だったら、うん、いやそれ聞いてなかったから、うん、じゃそれだけですか。障害の、ええ、前科があるけれど、これは罰金前科。でもそうなるとそれ累犯になるね。うん、だから今回の処分にも当然大きく影響してくるけどね。まあね何度も言うけど、そういう教育したつもりもないしね。まあでも教育通りね、まあ、みんなはめ外す時もあるだろうし、うん、多分結局数字言えば捕まってこれ1ですね、22と交留期間のね、うん、どこでどうにしていくかと、うん、いうのもこれ勝負だと思うんですよ、うん、まあ、そういえばこの前よ、はい、お手頭が聞いたんだけどさ、はい、お前のところの若い人なんかバクられた。はい、うん、ご迷惑かけました、うん、誰バクられた。
あの泊まるっていう射程なんですが、あのメガネかけた、あ、そうです、ね、あの若い子か、はい、バーベキュー行った時にあのメガネ、おいしかった、ええ、ありがとうございます、おーおーおー、ええ、まだ内で強化済みしてた、付き合いをしてるあのガソリンスタンドがありましてですね、でそこで勤めてた従業員の女性が、妊娠しまして、でそれに対するあのケア的な部分だとか、あの責任を全く相手が取ってくれないと、で、まあ、連絡も取れなくて梨のつぶてだということで、で、まあ、通常あの取引をしてるんで相談を泊まるが受けたと、で、まあ、そこに当然あのそういう病院の保証だとか、そういうものがありますんで、金銭的な話も当然あの病院代として出ますですよね、でそこであの恐喝未遂ということで警察がその場で話を言ったところで持っていかれたというような次第で申し訳ありません、まあ、まして、まあ、他の、和外衆も諸々のやっぱり影響もありますですからね、このご時世やっぱり一人何かあればみんながやっぱり心配もしますし、その分負担もきますんでね、まあ、どうしてもお前のことだからそういうのもな、それで家族のことも考えてあれしてるだろうし、はい、ただここのところうちの外資もバタバタってちょっと持っていかれてんな、はい、そうですね、まあ持っていかれたっていうか、まあ池田にしても偶然、まあ突発的なアクシデントで、なあそういう傷害事件があって、はい、まあそれのやつの場合な、まあ、まだ一人もんで家族もなく、はい、まあ身の回りも、はい、家庭はあれだから、まあな、身の回りのことはまた別の意味であれして、どっちもお前さ泊まるか、家族いんのか、はい、こういう時代だから、はい、まあお前らな、お前の立場からして若い下の若い衆にそういう自己意識をよ、はい、くだらないことで持ってからでもしょうがないから、それちゃんとお前や、お前の方から言っとけよ、はい、ますか、うん、どうだよ、はい、どうなの、どうぞ、どうだよ、はい、なんだよあれ、誕生日プレゼント、お前、そうですね、何あれ、あ、ありがとうじゃあいいや、ベルト俺は腰に巻いといてやっか、いやダメです、それはなんでいや新品の方がいいじゃないですか、あ、そう、はい、待っていい、どうぞどうぞ、まあな、なんとか出れればいいけど、はい、月曜日さ、投稿行くだろ、はい、これ和外衆とあれとで、お前に渡しとくよ、これ差し入れしてくんない、あ、はい、あの、あいつの大切にしてるメガネの、はい、あとこれね、クリーナー、はい、これ入れて、どうなのお前調子は、いや、普通でしょ、はい、大丈夫でしょ、その普通のはずないだろ普通ですよね、普通パパいないでなんで普通なんだよ、いや、ちょっと寂しいぐらいなもんで、寂しいんだ、いや、寂しくない、寂しいらしいよ寂しいな、うん、お前食べてんの、ちゃんと、はい、食べてます、今日の飯何、カマスです、一人でカマス何食べてんのそんなやついないよな、そんな焼くの、焼きますね、カマス焼かした方がいいよ、料理人なんだから、うん、でも弁護士と喋った、喋ってないですね、先生が言うには、はい、結局堂々と組織人であることを本人が言ってるからね、もともと午前の休憩だっただろう、はい、そうです、だから執行猶予がつくんだったら午後にもう即決で裁判やるんじゃないかって言って言ってたんだけど、うん、やっぱ組織人なのを強調してるのと俺の用事になってんじゃん、そうですね、ね、だそういうのがあるんじゃないかと、あ、なんとかなしてやりたいけどどうしようもないよな、そうなんですよね、うん、まあだって一般人だったら、だってお前、いや、お金もらえる話じゃない、逆に、ね、捕まる話じゃないだろ、そうですね、だからそうやって控訴するかどうかっていう問題がまだあるから、はい、それはだから兄貴とも相談して、うん、ただやっぱり何でもかんでも兄貴に迷惑かけるもいかないし、組織に迷惑かけるわけにもいかないだろ、はい、そうですね、うん、はい、だからお前留守の間一人で守るのもあれだったら、うち来っか、いや、大丈夫です、なんでお前それ嫌がって嫌がっていいのお前これ微妙に断って、いやいや、微妙にじゃないです、軽くです、いや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 、おー、ごめんなさい、おー、いらっしゃい、トップ前に、はい、
ああはいはいはい、どうぞどうぞ。おかん、ひろちゃん。うん、どうした。寒いっすね。登校行く前にちょっと慎吾くんにお線香を、うん、と思いまして、すいません、お邪魔してもいいですか。はい、どうぞ。差し入れのやつ持ってきた。はい、持ってきました。うん、こっちに入ってます。ちょっとお線香よろしく。あ、そう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 、すいません。今日何時から？1時半からです。1時半から。どうやって来たの？一人？いや、姉さんと。若い人と来たの？はい。お、行ってみか、ちょっとな。うん。寒い。どうだよ、頑張っていくか、お前。はい。あ？トマピン、元気してんすか？元気ですよ。この間行った時、超笑ってたよね。元気でしたよ。ニコ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 してますよ。まる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 してたよ。この寒い中、皆さんのおかげでお菓子が相当お菓子入ってるらしいよ。それそうなの、相当食べる、毎日毎日お菓子が入ってる。それ顔になんかいっぱい吹き出物が汚いチョコレートとか食べ過ぎてバーって出てるらしいよ。本当ですか？誰トマキは受けるんだけど出てこれたらいいけどね。いや、出てきていただかないと。微妙だよね。ゴブゴブって言ってたからすっごい気にしてくれてましたよ、つって言っといてください。アピっといてください。アピっときます。アピっときます。アンリちゃんがっつって。でも8分しかないんでね、アピールにも方法が短いですよね。トマピョンと2人の8分だったら結構長いんじゃないの。いや、うちら3人で行って、3人で行ったからみんな喋り、みんな喋ってて、ね、そう、時間ないけど、しかもおかんすっごい喋るし、私もっと楽しい話がしたいんだけどと思って。で、結構笑ってて、で、その後に、いや、ここはちゃんと言っとくことは言っとかないとダメかな、みたいな感じで喋ってたら、もうすぐだもん、8分だから。なんでだよ、お前、話してんの。えそこまで聞こえてるよ。面会に行ったくらいの。そうそうそう、トマピョンの話。いや、そう。でもあれだよな、はい、なんとか自分なりにな、はい、こう考えながら元気にしてるよな。そうですね、はい、うん、な、みんなで和解しても自分なりに考えてバクバク食ってんでしょ。ね、お菓子を。うん、とりあえずな、兄貴からもボスからも名誉を受けてるあれだから、一応差し入れだけはきちんとしてやっといてくれよ。あ、はい、わかりました。本人が寒い思いしないでいいように。はい、言った方がいいよ。はい、一番寒いのは私なんだからって、あんた分かってるって。はい、な、言えたら8分なんで。よいしょ、はい、買ってきました。何買ったの。プレーボールズとナックルズと召喚現代ですね。あ、入れましょうか。一緒に行かれます？いや、自分らはそこで待ってます。多分面会時間短いと思いますので、あ、自分ら一緒に行くと多分皆さんも話しづらいこともあるでしょうし。わかりました。はい、はい、じゃあすいません。じゃあよろしく伝えて。はい、わかりました。お前らとお前こうやって話すの初めてだけどな。お前最近お前俺らの世界の法律もお前うるさくなってよ。お前知ってるか、途上令なんてのはできて、お前ヤクザお前3人でいただけで、お前1回お前解散しろってして中止命令が出て、それで解散しなかったらお前捕まる時代になったんだぞ。あとお前そう公共の施設ホテルだとかそういうところに、ね、出入り禁止だとかそういった我々の世界に対するそのいわゆる国家のな姿勢がすごく厳しくなってきたと。そんな中でさなかでお前らやっていかなきゃいけない。もちろん俺もだけど、お前どう思うかってことは。いや、ヤクザの本質を分かってないです。
今のところは真面目にやれてるとは思ってる。ん？逆に昔に比べると、なんでって言いますか、なんでそういう差別をつけたかっていうのは、そういう同じ人間としてです。もちろんそれにあたっては俺らも悪いとこ当たる。例えばそういう暴力的な活発性に行動した部分だとかな、それをどん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 我々が世間を狭くして自分たちの首を絞めてきたのは事実だけど、俺なんかがそうだな、二十歳ぐらいの時か、21ぐらいの時なんかは、俺らがこういう夜の前街を反対に警察みたいな夜の警察をやった、また店の人間たちもそういうの我々を頼ってきたもんだよ、ね、そういう時代にお前ら、まあ俺が一つ心残りっていうか、そういう時代のお前らに少し味わわせてやりたかったなと、それは思うよ。ただそれでも今こういう時代になっても俺らはそれでも生きていかなきゃいけないわけじゃないか。じゃあこの司法のこの法律がこうやってうるさくなって改正されてよ、どうやって生きていく、ん、どうやって生きていけばいいと思う。仕事始めたん？仕事今アスベスト。アスベスト。アスベスト。アスベスト剥がした。また命かけたね。命かけて。変なこんなもうこんな。全身。全身なんか変な。完全装備。なるほどね。本当宇宙服みたいな着て。ね。俺もラッパーやりながらこう。そうっすよね。ラッパーやってます。解体屋とか。解体。近いですね。近いね。ラッパーで早く食いたいけどね。ああ、ラッパーで食えるようになっちゃえば。か。でもどう？違うこう世界にこうまた飛び込んで、前に比べて自由になったんだよ。うん。生活とか。自由。うん。自由。やっぱ自由って言っちゃうと、うん、ちょっとなんか無理やりやってたみたいな感じになっちゃうんですけど。ああ、前の世界。自由っていうよりもだから自分の時間ができましたね、やっぱり。ああ、今こうしていられるのとか。うん。でどう、おふくろさんとかなんかこの生活とか見ててどうなんだろう。今まで多分心配だったと思うからさ。ああ、やっぱ心配なんですかね親は。まあね、そうだと思うけど。安心してんじゃないですか、そういう話はしないですけど。そっかそっか、まあ、今までろくなことしてきてないんで。そうだね。まあでもこう
逆を言えばこう人ができない経験してきた人間だからね。まだあ、まあそれはあるかもしれない、うん、なるほどね。ちょっとお互い頑張っていかないとね。まあいい人も悪い人もいると思うから、もうなんかまた15キロ痩せるくらいショック受けるかもしれないけどさ。まあさらなるショックね。まあその時はね、なんつうかっこつけで言うようだけど、あの美の国は道徳の世界より広大であるって言ってやれば分かる人は分かるじゃん。美の国は道徳の世界より広大である。すごいですね、かっこいいですね。それ俺が言ったことにしていいですか。あ、全然いいよ。その代わり久保田君使っちゃダメですよ。もうなんでだよ。俺が言ったことだから。あ、そうか。もう言っちゃダメです。あの、使わせてくださいみたいな。いきますか。ヤクザだね。歩き方がまだ。これ直樹流ですね。直樹流。俺も真似しよう。こうそれちょっとオーバーね。それちょっと無理やりじゃないですか。無理やりこうどけどけみたいな。ところでさ、どこ行ってたの。美の国は道徳の世界より広大である。理想の未来とはほど遠い、現実から逃避背を向けるように、全てを捨てて逃げ出した奴は一度は何かを目指したが、もう神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁、神と時が語った結末、絶望の暁、夜が明けまた光が差す、もういい加減嫌になる、そっと小さな背中丸めてただ待ち続ける一日の終わり、困り果て地の果てまで夢追いかけ、もう一度だけ何べんだってなんて思い突っ走ったのも3年前、無謀に堂々振り回した鬼の金棒、その他もろもろ過去の行動にもろに間違いに当たる、間違いになる、恥じらいになる、何も手につかず音もなく、神と時が語った結末、うろたえながらもただ耐え、前向かう力を与えた前、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁。2005年、大掃除始めます。来年が、新たに、綺麗に迎えられますように、また組長とか幹部が、綺麗に、気持ちよく迎えられますように、丁寧かつ敏速に、よろしくお願いします。トマール、勝久、直樹が組長室。応接間が、染谷、平石、原田、高木、君側のこの真ん中、はい、若者室台所が下田、中原、小林、金内、綺麗によろしくお願いします。はい、これなんかいるとこない、これか、これからか、これちょっと覚えて、こうすけさ、うん、家にポスターとか貼ってんの。前は貼ってたけど今は貼ってないの。貼ってないんだ、うん、これポスターじゃねえけどさ、うん、あれだよな、
それ芸能人とかのポスターじゃない？あるとしても、それ自分の、これもポスターっていうのかわかんないけどさ、自分飾るってあんまねえよな。そうだけど、やっぱすげえな、すげえな。そうだな。他の事務所とか行くともっとでかいの貼ったりとかするけど。今日前晴れたしよ。よかったよな。でもお前よ、サンセットお前いつも雨降るけど、なんかジンクスあんのかあれ。射的会社が言うにはなんか、水の神様とかなんとかそんな話されてました。観音様、観音様いつも泣いてんのか。どうなんすかね。船長もう観音様っても慈悲深いのかあれ。慈悲深いじゃん。はい、俺は分からない。俺カトリックだよ、ラメ。あの、直樹なのですが、おじさんが具合悪いとのことで、1時間ほど前に出しました。まあ、連絡は入ると思いますが、1日休み与えます。よろしくお願いします。今度お前一生懸命やっちゃってたからな。だからお前今日三社だし、お前三社祭りも出てたろうと思ったからね。はい。じゃあよかった。それはその件分かったからよ。じゃあお前、事務所に残ってよ。わかりました、はい。失礼します。気持ちを内に秘め、精進していく所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、簡単ではございますが年頭の挨拶に変えさせていただきます。平成18年1月1日年頭の挨拶、石井千代蔵、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな今年も健康に留意して頑張ってってくれ。はい、はい、マリシュ、はい、マイクから落としてもらう。いただきます。いただきます。いただきます。頑張ってるな。はい、おはようございます。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、当番入ってる人間、何か、いただきます。失礼しました。はい、いただきます。失礼します。失礼します。これ聞いたよ。はい。お前の母親もお前みんなお前親もお前みんな同じ町の出身で、お前中学もみんなお前みんな一緒みたいじゃないか。はい。うん。どうだよ、この世界どう思う？まあ正直ヤクザっていうと、うん、まあ、周りにそういう人間がいないのもそうですし、まあ、中にはこう映画とか本とかを見て、うん、まあ、結構知ってる、まあ、友達にも いるんですけど、僕はそういうのも見なかったんで、正直今までほとんど無縁の世界だったんですけど、まあ、今回僕がまともな職にもつかずちょっとフラフラして遊んでまして、でその時今井さんに話をして、まあいい機会だから、まあ、修行をしにこっちに来た方がいいんじゃないかって話をもらいまして、でまあ自分でも悪いと思ってたんで、そういうフラフラしたりするのは自分でもいい機会だなと思って、
はい、うん、じゃあ分かった、それはその件分かったからよ。じゃあお前、はい、事務所に残ってる。分かりました、うんうん、はい、失礼します。よしよし、お願いします。何十代、浅草中学、右左、右左、右浅草だけ、塩だけじゃよ、落ち着かないから消しゴムからもう来てる。機動隊ですよ。そうだ、機動隊なんですよ。だからよ、あれだろ、みっちりからやるぞ。あのな、もしあんまり調子込んであれしたら、だから引きずるし、みっちりと思うか。違う、半端じゃないですよ。だからもうパクられるじゃないですか、もしないのか。さ、くちゃんくちゃんにされますよね。そうだな、絶対されると思う。皆さんにお願いします。この先はホテルの状態になる。自宅と建物の間に大変お待たせいたしました。町会まで登場していただきます。どうか一つ掃除は気取らないように。なんで掃除とか言っちゃう。それも真夜中に思い立ってやるぐらいでしょ。いや、しょうがないじゃん。ちゃんとできてんの。うん、へえ。あと、偉いじゃん。買い物、え、買い出し、うん、飯の、うん、とか、うん、ご飯作るのじゃ。うん、何作るの。俺あんま、俺あんま、俺メインではやんねえけど、俺あんまできないから。できないよね、作ったことないもんね。野菜炒めしか。親指切ったし、このなんで。もうやらない。どうしてみな。やらないよ、もう見える。右右右、あれ、銃持ってんじゃん。ただのハゲ親父じゃん。あれ俺あれ俺だよ。いや、ちょっと待って、黙って、かっこいいから。ちょっと黙ってた、本当に真剣に黙ってた。でもそんな好き、相川翔。大好き。そうか、別に。もうめちゃめちゃ大好き。竹内力の方がかっこいいからな。いや、ちょっと無理。もうこういう役者映画ってさ、あんま出ないんだよな、事務所のシーンとかって。シーンワンシーンでは出たりするけどさ。え、シーンって何。え、説明めんどくせえやん。だからワンシーンでは出るじゃん。うん、例えば何かの場面で映画でとか訪れて誰か客が来てとか、そんなんで映るけどさ。焼き追いが呼び覚ます。古い記憶思い出がのしかけある。ガキの頃手放し裸足で走る。無邪気にはしゃいだ暑い日々。もうあの夏は戻らない。まして大人に夏休みなんてもんじゃない。なんか厄介なことに巻き込まれてるとか、なんか悪いことし放題で、うん、警察からいっぱい電話もあるし、うん、ちょっと困ってんだけど。でもなんか他でアルバイトとかそういうの全然してないわけ。何もしてない。まあ提案だけどね。変な話、うちのボスのとこに預けてみたら。
で、だからヤクザのところでしょ。そう、うん、もちろん、うん、それはちょっと嫌だ。他の団体だったら俺もほら紹介はちょっとヤクザだなんてね、紹介とてもじゃないとできないけど、でも地元の人たちはみんな知ってるわけだし、うん、やっぱり熊谷っていう人がまあその若い頃から今のこの、うん、ポジションに来るまでのやっぱり歴史をみんな知ってるから、うん、だからそこだったら間違いないとこだし、うん、ねえ、でもそう言ったら、うん、ねえ、うちの親にも言えないし、うん、人にもね言えることじゃないし、まあ、でもヤクザの世界っていうのはやっぱり礼儀作法から、うん、それまたやっぱりその人間性をその教育するための我慢強さ、うんうん、最終的には自分が決めることだから、そういうのは、うん、もちろん本人だって子供じゃないんだから自分でね、ヤクザに将来なるのかならないのか自分で決めることで、うん、まあ、すごく厳しくなってきたと。そんな中でさなかでお前らやっていかなきゃいけない、もちろん俺もだけど、お前どう思うわってことは。いや、ヤクザの本質を分かってないです。今のところは真面目にやれてるとは思ってる。ん、逆に昔に比べると、なんでって言いますか、なんでそういう差別をつけたかっていうのは、あ、そういう同じ人間としてです。もちろんそれにあたっては俺らも悪いとこあったと、うん、例えばそういう暴力的な活発性に行動した部分だとかな、それをどん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 我々が世間を狭くして自分たちの首を絞めてきたのは事実だけど、俺なんかがそうだな、20歳ぐらいの時か、21歳ぐらいの時なんかは、俺らがこういう夜の前街を反対に警察みたいな夜の警察をやった、また店の人間たちもそういうの我々を頼ってきたもんだよ、ね、そういう時代にお前ら、まあ俺は一つ心残りっていうか、そういう時代のお前らに少しは味わしてやりたかったなと、うん、それは思うよ。ただそれでも今こういう時代になっても俺らはそれでも生きていかなきゃいけないわけじゃないか。じゃあこの司法のこの法律がこうやってうるさくなって改正されてよ、どうやって生きていく、ん、どうやって生きていけばいいと思う。大絶望の暁、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁、夜が明けまた光が差す、もういい加減嫌になる、そっと小さな背中丸めてただ待ち続ける一日の終わり、困り果て地の果てまで夢追いかけ、もう一度だけ何べんだってなんて思い突っ走ったのも3年前、無謀にどど振り回した鬼の金棒、その他もろもろ過去の行動にもろに間違いに当たる、場違いになる、恥じらいになる、何も手につかず音もなく神と時が語った結末、うろたえながらもただ耐え前向かう力を与えた前、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁。失礼します。こうやってこう90度ね、90度、はい、部屋まあ前でも横でもいいから、はい、深々のちゃんと気持ちを込めて失礼します、うん、やって失礼します、もう一回やって失礼します、うん、そうだね、まあまうん、あとはもう気持ちを込めてちゃんと、で出るときは失礼しました、失礼しました、うん、そう、朝最初に来た時は、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、うん、ここが、はい、組長のコップと、はい、うん、飲み物とか、これは組長のやつな、全部組長のやつ、はい、あとお客さんのコップと、はい、これは本部長のコップ、あ、はい、
この辺が、はい、お客さんとかのコップな、うん、若い人から飲むコップ、はい、でこっちから上が全部組長のやつ、はい、食器かな、全部組長のやつ、はい、うん、おしぼり、この奥の右側のが組長のです、はい、でこれが頭です、赤いのが、はい、でこれ本部長です、はい、今ちょっと減ってますけど、こういう客人来た時出すようになってますから、うちのポット組長よやってる人間が裁判で裁判官に職業は何ですかと聞かれた時にヤクザですと、ヤクザという職業は何をするのかなと、甲子園に乗ってるのが、まあ、ヤクザという意味は乗ってるけど職業として乗ってるかと言ったら、これこうちょっとこれも私はちょっと職業としては乗ってないんじゃないかなとちょっと思うんですけど、まあうちの若い衆もいいこと言ったなと、いや普通一般的にはそういう時っていうのは無職とか自由業だとか裁判で、結局無職だ自由業だ言ってもあなたヤクザじゃないですかと言われるわけですから、綺麗事言っても、でも無職だ自由業だってこれ綺麗事かって綺麗事じゃないと思うし、それだったら正直に裁判の法廷の中で堂々とやる、お前の母親もお前みんなお前親もお前みんな同じ町の出身で、お前チャイもみんなお前みんな一緒みたいじゃないか、はい、うん、どうだよこの世界どう思う。まあ正直ヤクザっていうと、うん、まあ、周りにそういう人間がいないのもそうですし、まあ、中にはこう映画とか本とかを見て、うん、まあ、結構してる、まあ、友達にもいるんですけど、僕はそういうのも見なかったんで、正直今までほとんど無縁の世界だったんですけど、まあ、今回僕がまともな職にもつかずちょっとフラフラして遊んでまして、でその時今井さんに話をして、まあいい機会だから、まあ、修行をしにこっちに来た方がいいんじゃないかって話をもらいまして、でまあ自分でも悪いと思ってたんで、そういうフラフラしたりするのは自分でもいい機会だなと思ってこちらに伺いました、うん、まあこれから高校でな、はい、修行するにあたってお前いろんなことあると思うよ、よっしゃない灼熱の太陽俺には酔わない、誰もが浮かれる憧れの真夏の夢、周りに煽られることもなく、ただ静かに時を待つ過ぎ去れこの孤独の夏。焼き追いが呼び覚ます古い記憶思い出がのしかかる、ガキの頃手放し裸足で走る無邪気にはしゃいだ暑い日々、もうあの夏は戻らない、まして大人に夏休みなんてもんじゃない。はい、どうぞ。差し入れのやつ持ってきた？はい、持ってきました。
こっちに立てます。ちょっとお線香よろしくお願いします。今日何時から？1時半からです。1時半から。どうやって来たの？一人？いや、姉さんと。若い人と来たの？はい。おぉ、生きてみか、ちょっとな。うん。寒い。どうだよ、頑張ってくか、お前。はい。あ？トマピン、元気してんすか？元気ですよ。この間行った時、超笑ってたよね。元気でしたよ。ニコ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 してますよ。まる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 してたよ。この寒い中皆さんのおかげでお菓子が相当お菓子入ってるらしいよ。それそうなの？相当食べる。毎日毎日お菓子が入ってる。それ顔になんかいっぱい吹き出物が汚いチョコレートとか食べ過ぎてバーって出てるらしいよ。本当ですか？誰トマキは受けるんだけど出てこれたらいいけどね。いや出てきていただかないと。微妙だよね。ゴブゴブって言ってたからすっごい気にしてくれてました。来年は車の運転はもっとピシピシ行くように頑張ります。来年はより一層頑張っていきたいんでよろしくお願いします。ソメヤです。来年は今年以上に人気を頑張りたいと思います。お願いします。それではご判断ください。中締めの温度、熊谷恵組、はい、いたします。激動の1年でした。とりあえずな、兄貴からもボスからも名誉を受けてるあれだから一応差し入れだけはきちんとしてやっといてくれよ。あ、はい、わかりました。本人が寒い思いしないでいいように。はい、言った方がいいよ。はい、一番寒いのは私なんだからってあんた分かってるってはあな、言えたら8分なんで。よいしょ。はい、買ってきました。何買ったの？プレーボールズとナックルズと召喚現代ですね。あ、入れましょうか。一緒に行かれます？いや、自分らはそこで待ってます。多分面会時間短いと思いますので。あ、自分ら一緒に行くと多分皆様話しづらいこともあるでしょうし。わかりました。はい、はい、じゃあすいません。じゃあよろしく伝えて。はい、わかりました。お前らとお前こうやって話すの真面目だけどな。お前最近お前お今回3回目にですね来ていただいて、こうやってなんと話を
お祈りしてくれてたことを心から神父さん感謝します。お、失礼します。今回の用、はい、秘書の件に関してお前自分から率先してお前手挙げたらしじゃないか。はい、うん、男前そのぐらいのやっぱり気合い入れなきゃな。はい、うん、ただそれでそれからお前幹部連中がみんなでお前協議した結果お前でどうですかと、はい、いうことで射程頭からよ、はい、話が来て、はい、うん、ではそのぐらい自分自身でお前気合い入れてんだったら、はい、ね、自分でそういうふうな気持ちを持ってんだったら、はい、うん、分かったと。はい、ケースで、やりたくないと。もうでもその聞く聞かないはやっぱりその姿勢、今までやってきたその人間の一生懸命やってここがあったりしたのに、なんでやめるあれがあるのかなと。でもそれでもやめるというようになったら、これはただやめるにあたってはしっかりとしたけじめというものをつけてきちんとした形をあれしてさっと去る。もちろん名前を語るとか元ここへいたとかそんなことはさせないというふうに、まあ組組によって違いますけど、私の考え方はやりたくないものをいさせる必要もないというのが私自身の考えであるし、またそれはこれは変えるつもりもありません。昔は指を詰めたりなんだりというやり方をしたと思うけど、今の時代に指を詰めて、じゃあその人間が社会で生きていくにあたって指がなかったらやっぱり勤まるところでも勤まれない部分もあるし、そういったけじめじゃなく、ここでの出来事は全部頭の中からインプットしたものは消せと、また熊谷という名前も忘れろと、後悔もするなと。そんで何が最近の生活は。別に別に変わんないよ。何やってんの毎日。掃除。え、掃除どこの掃除。え、何の掃除。何のって何。あ、ちょっと駅の掃除すんの俺。それ家で掃除もしないくせになんで掃除とか言っちゃった。それも真夜中に、うん、思い立ってやるぐらいでしょ。いや、しょうがないじゃん。ちゃんとできてんの。うん、へえ。偉いじゃん。買い物。え、買い出し。うん、飯の。うん、とか、うん、ご飯作るのじゃ。うん、何作るの。俺あんま、俺あんま、俺メインではやんねえけど、まあんまできないから。できないよね、作ったことないもんね。野菜炒めしか。親指切ったし、この。なんで。もういらない。どうしてみな。いや、ないよ、もう見える。右右右、あれ、銃持ってんじゃん。ただのハゲ親父じゃん。あれ俺だよ、バカじゃん。あれ俺だよ。いや、ちょっと待って、黙って、かっこいいから。黙ってた、本当に真剣黙ってた。でもそんな好きないか、わしょ。大好き。そうか、別に。もうめちゃめちゃ大好き。竹内力の方がかっこいいかな。今日前晴れたしよ、よかったよな。でもお前よ、サンセットお前いつも雨降るけど、なんかジンクスあんのかあれ。射程会社が言うには、なんか雨、水の神様とかなんとかそんな話されてました。観音様、観音様いつも泣いてんのか。どうですかね。え、船長もう観音様っても、ね、慈悲深いのかあれ。慈悲深いじゃん。ん、はい、俺分からない、俺カトリックだからね。直樹
なのですが、うん、おじさんが具合悪いとのことで1時間ほど前に出しました、うん、まあ連絡は入ると思いますが、うん、1日休み与えます、うん、よろしくお願いします、うん、もちろん被害の程度も大きいことは間違いない、うん、通常の肩着、うん、いわゆる一般の人が、うん、こういう事件を起こした時、うん、その時にだったら、うん、場合によれば罰金でね、うん、済むこともあり得るけれど、うん、まず彼の場合には、うん、99% 起訴でしょう、うん、でだからそのタイトルヤクザという肩書きを持っててこうやったけど、今回池田は俺はヤクザもんだどこどこ何々組だっつって相手とやり取りしたんですか。いやいや、それは全くそういうことはない。やつがまたそんなことをね言った言わないで、そこも大きいポイントキーポイントになるだろうし、うん、あそれからね、もう一つ、彼の前科の問題一つある。あぜやつは前科あった。うん、執行猶予がついた。少年時代じゃなくてですか。うん、最近のね、だから彼があなたの、元に来る前に、起こした事件で、何のあれがあったんですか。公務執行妨害。公務執行、はい、で懲役1年の、3年か4年の執行猶予。だから今執行猶予期間中なんですよ。あれやつ何弁当持っちゃったんですか。だったら久しぶりご無沙汰してます。久しぶりだね本当に。いやかなり久しぶりですよ。やったね。15キロやってます。15キロでちゃんと15キロやってて、いやもう精神的に大変だった。すいません、そういうところ。いえ、心配したけど元気でよかったよ。元気すぎて。元気ですか。元気。ちょっと行こうか。どこ行きます。場所変えますか。タバコある。あります。それタバコっすか。タバコ好きじゃないですか。あったあった。寒いね。寒いですね。今、仕事始めたん。仕事今、アスベスト。アスベスト剥がしてます。また命かけてね。命かけて。変な、こんな。全身なんか変な。完全装備。なるほどね。ほんと宇宙服みたいな着て。ね。俺も、ラッパーやりながら、こう。そうっすよね。ラッパーやってます。解体屋とか。買いたい、近いですね。近いね。ラッパーで早く食いたいけどね。あ、ラッパーで食えるようになっちゃえば。ただ純ちゃんさえ良ければ俺から息子さんに話はするけど、行ってくるわ。はい。どうぞ入ります。失礼します。こちらが渡辺の、息子で、直樹言います。はじめまして、渡辺直樹です。失礼します。はい。でお前の母親もお前みんなお前親もお前みんな同じ町の出身でお前中学もみんなお前みんな一緒みたいじゃないか。はい。うん。ところでよ、この世界どう思う。まあ。正直ヤクザって言うと、うん、終わらない瞑想デッドアライン迷宮探し出せ成功。
っちは企業でしょう。宣言企業、暴力団排除、宣言の店、警察から出して、でそこのオーナーさんないし責任者レベルの人たちが集まって、その地域地域のあの警察、まあどっか会場を借りて、まあそれは警察の場所でやるのかどこでやるのかはわからないけど、そういったところでまあ警察が例えばこのエリアだとこのエリアにどういう組があって何団体あってどういうことをその店に、例えばこの店を構えてたら店に対して要求してくるものだとか、そういうものを一切受け入れないようにしてくださいと、いろんなそのまあ豆知識的な部分、一般の人がわからない部分だとか、そういったものをやってると思うんです。